現地メディア、森保ジャパンにブチギレ。日本代表に招集されても出番が与えられない状況に、スコットランドのメディアは納得できないようだ。ザ・ヘラルド氏は、セルティックのエース、ワタテは、この1ヶ月間に約3万マイルを旅したが、ボールを蹴ることもなかったと伝えた。同氏は、ワタテが最後に日本代表でプレーしたのは、6月のミャンマー戦で5-0と勝利した時だったが、それ以降、代表メンバーに名を連ねているにもかかわらず、森保はじめ監督から完全に無視されてきたと不満をあらわにしている。まあね、こればっかりは、監督さんの采配ですから、セルティックから出ないことには始まらない。そういう世界でしょ。不満なのはスコットランドのメディアだけで、私は特に何も思ってないかもよ。呼ばれるだけで素晴らしい、呼んだなら使えはおかしい。スコットランドリーグよりイングランド2部の方がレベル高いと思ってる。アジアの戦い、日本代表をリスペクトしてないメディア報道、私自身が納得してないなら辞退すればいい。森保は評価してるから27人しか選べない中で選んでいる。個人的には盾はオールラウンダーなスーパーサブだと思ってるから、盾はベンチにいてほしい。時間的余裕の少ない大会だと価値が上がる。旗手の強豪選手の名前も添えたら良い。中盤で考えたらプレミアの遠藤、三笘、鎌田、リーガの久保、リーグアンの伊藤、中村、ブンデスの堂安、ポルトガルの森田。こう書けば旗手が出れなくても仕方ないとわかると思う。疲労だけ溜めて帰らされるし、怒る気持ちもわかる。